皆さんこんにちは。前回に引き続き進行エンジニアります。セノンスポーツゼロからお届けします。今回4回のうちの最後の回ということで、田中幸雄さんの野球人生における転機についてお話しいただきたいと思います。早速ですが、田中幸雄さん、少年時代から野球始められてるんですが、まず最初の転機というのはどんなことでしたか？そうですね、今回はバッティングの話なので、バッティングに関して、一番最初 その自分がバッティングが良くなった転機というか、高校2年生から3年生に上がるときですね、自分たちが新チームになったその年に、監督から言われた一言、二言、そのフォームに関してですけども、僕も高校入った頃って172、3センチだったのが、もう1年ごとに身長伸びてって、その3年生になる前にも182センチぐらいになってて、体も大きかったんですね。はい、でその新チームになる前までは2番バッターで、ほとんど送りバントだったり、右打ちだったり、長打も打ったことないぐらい、非力なバッターで、でそのフォームも、ノーステップ。足を少し広めに構えて、その踏み込む左足もかかとを上げてるぐらいで、トップも浅い、本当にこうスイングが弱くて、ただボールをこうミートすることは好きだったので、ヒットエンドランだったりバントするのはすごく好きだったんですけども、で新チームになった時に新しい監督が、それだけ体も大きくなって、引っ張れない、その打球が飛ばないのもったいないからっていうことで、ちょっと反動を使ったような構え、フォームに変えられたんですね。グリップの位置を体の前に置いて、バックスイングと同時に左足を踏み込んでこう割っていく動作ですね。そういう動作をした時に、何がないか最初分からなかったんですよね。ただやってみただけなんですよ。やってみたらいきなり打球がすごく遠くに飛んだって記憶があって、最初に試した時からもう早速効果が出たんですね。そうですね、ミートすることは好きだったので、ただやっぱりそのスイングの円の子がちっちゃい人って飛ばないんですよね。大きい人ほど飛ぶんですよ。大きくて早く触れた人が飛ぶんで、多分今まではミートの中心だったので、ちっちゃい振りでコツ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 打ったんですけど、そのフォームを言われてから、ステップも大きくするようになって、上半身もトップを大きくするようになって、円の子が大きくなったので、だから引っ張れなかったんですけど、それまではレフト方向にもホームランを打てるようになって、センターライトにも入るようになって、でそういう監督との出会いがあったからこそ、ホームランも3年生、練習試合含めて30本以上ホームラン1年間で打てたんですけど、それがなければプロには行ってないのかなと思います。それが第一の転機でしたね。はい、はい、幸雄さん、高校3年生と2年生 この移り変わりの時期に、第一の転機があったということなんですが、はい、2年生の時に甲子園に出場されてますよね。はい、PL 学園と対戦したりですとか、はい、大きな強敵と、ね、はいはい、対戦があったかと思うんですが、そうですね、そういうこともバッティングの意識には影響がありましたか？いやー、でもその頃は僕2年生、3年生の3年生の代での甲子園だったので、当時はもう先輩になんか、失礼がないように一生懸命で、それ周りも見えなかったので、そういうこと全く考えてなかったですね。もうミスしないように、先輩の足引っ張らないようにっていう考えが強かったんですけど、だからその当時本当にレギュラーで2年生で春と夏と選抜と夏出場できましたけど、もう本当先輩たちの代の選手が非常に能力の高い選手が多くて、1個上のピッチャーの先輩は当時今のソフトバンクホークス、南海ホークスにドラフト1位で入ったんですけども、そういった先輩方がいたおかげで甲子園にも行けましたし、僕はホームラン2年生まで1本も打ったことなかったですし、ただレギュラーとしてショートとしてこう出場できたっていうのは、また大きな自分の中の転機でもあったのかなとも思いますね。はい、ここでまず第一の転機があったということなんですが、はい、プロに入ってからも何か転機と言えるようなことはありましたか？いろいろ多分辿っていくとはあるとは思うんですけども、やはり自分の中で一番大きかったのは、最初に言いますけど、3年目に、中日ドラゴンズから大島康則さんという選手が移籍されて、大島さんにいろいろな話を聞いて、大島さんのバッティングを見て、
真似をしようと思って、でその時に大島さんに言われたことがですね、マシンのボールを、まあ、1、2塁間ですね、ライト反対方向、ライト方向に引っ張った打球と同じぐらい強い打球を打てるようになりなさいっていうことを言われて、もうキャンプ中ひたすら練習が終わった後に一人でマシン打ち続けて、まあ、それがなんとなくこう、あ、こういう感覚かなっていうことが分かってきて、それができて逆にこのインコース、真ん中インコースのボールがなんか上体手を使わずに下半身だけくるっと回して打てるようになったっていう、そういう感覚が芽生えたので、その大島さんの一言二言っていうのは非常に自分の中では非常に大きかったかなと思います。ライト方向に引っ張りと同じくらい強い打球を打つ練習されて、はい、それでインコースにも対応がくるっとできるようになったんですか？そうですね、あのアウト、まあ、先ほど の第1、第2、第3のテーマでもあったように、右バッターがライト方向、反対方向にやっぱり遠く強く飛ばすっていうのはやっぱ難しいんですよね。やっぱり力の伝わり方っていうのがやはりこう引っ張るときと違って出しづらいっていうのがあるので、反対方向にやはり強く遠くに飛ばせるっていうことは、そこまで飛ばせると逆にインコースのボールってもっと簡単に飛ばせるようになる、あの腕の力がいらないなっていうのが分かったですよね。逆にあの反対方向に飛ばすときっていうのは、そのインパクトのバットの角度の瞬間、まあ、手の使い方ですよね。あのテーマでも言ったように、左手が手の甲が上向いてるとバットのヘッドが落ちたり負けてしまうので飛んでいかないけども、バットのヘッドを返す、手の甲をちょっと向ける、あのピッチャー側に向けるだけでも力が伝わって強く飛ぶ、その中でも全力で振って打ち返す練習をどんどん繰り返すだけでも遠く飛ぶようになって、引っ張るときはもう手は意識なかったですね。もう腰の回転早くくるっと回すだけで、そのポイントに出せば勝手にボールが飛んでいくっていう、そういうものをこうその3年目のキャンプでちょっと掴んだのかなっていう、うん、そこがまた自分のバッティングの転機でもあったかなと思います。はい、大島康則さんからは野球に対する姿勢なんかでも何か影響を受けたんでしょうか？まあ、でもいろいろとお話は、ね、あのしていただいたりもしましたし、あの食事しながら話も聞いたり、やはり一番はやっぱりその先輩の練習試合での姿勢ですよね。やっぱそこを見て自分もこう自分のやり方気持ちを改めたっていうのはありますよね。やっぱり先輩のそういった姿、一生懸命やる、何をどういう練習をしているかっていうのをこう見ながら、そこで自分もそういった練習を取り入れてみようとか、そういう考えがあって練習してみて、まあ、自分で感じて、あ、この練習いいな悪いな、自分に合う合わないなっていうのを判断しながらやってきているので、非常にあの存在的には非常に大きかった人だと思います。あの3年目で大島さんとの出会いがあり、うん、あのそこのあたりでレギュラーにも定着されたかと思うんですが、うん、一軍で第一線で活躍されるようになってからも何か転機というのはありましたか？まあ、やりながらいろいろあったと思うんですけど、まあ、もう自分で22年やってきましたけど、自分ですごいと思ったこと一回もなくて、常に不安の中でやってきた記憶があります。まあ、あの2年目から試合に出させてもらって、まあ、もちろん1年目から一軍経験あったんですけど、ほとんどもう2年目からほぼほぼ全試合ぐらい試合使ってもらって、もう最初の頃も本当緊張して足が震えて自信もなくて、守備では暴投してもう大変だった時期があって、もともと早球には自信があったんですけども、2年目の開幕戦でいきなりショートゴロを暴投してしまって、そこからちょっと手の感覚がおかしくなって、まあ、それはずっと完璧には今でも治ってないです。でもやっぱバッティングもそうですけど守備もそうですけど、やっぱり練習してその感覚を身につけるまでやることでこう変化が出てくるっていうのは、やっぱりこうやってる中で自分でも気づいたことですよね。だからまあいろんな転機ありますけど、その守備の転機もやはり守備コーチの出会いですよね。やっぱその2年目3年目の守備コーチだった方、猿渡さんっていう方ですけど、本当に自分にとって親身になって、もう試合が終わって合宿所に帰ってからでも、食事終わって1時間1時間半練習ずっと付き合って、毎日の練習付き合ってくれて、その投げることを繰り返し繰り返しやったおかげで、少しずつそういった送球ミスも減ってきて、まあ、ありがたいことにその無失策記録まで作れたっていうのもあったり。そうですよね、パ・リーグ新記録の
そうですね、そういうのもありましたしね、だからバッティングの方でもやっぱりいろんな人の出会いがあって、やっぱりいろんなことを吸収してこうやることによって少しずつこう自分の中で進歩が見えて結果が出るようになったっていう。ただその中でもやっぱり不安が常にあって、その日良くても次の日どうなるかわからないので、やはり練習しておかないと不安なんですよね。もうなんかやりすぎぐらいに練習しておかないと不安なんですよ。明日打てるのかな、だから寝る前にバット振っとかないとすごく不安だったりとか、で試合前の練習でも、まあ、どちらかというと守備よりバッティング好きだったので、もう球場に行ったらもうすぐバット振って、練習の合間でもバット振って、練習が終わって相手が練習してる時もバット振ってとか、試合前もバット、もうとにかくずっとバット振ってたりとか、もう今考えたらね、その体力的に疲れとかね考えるとうまく調節してと思った。その当時はもうなんか やらなきゃいけないの、やらなきゃ打てないのかなってこう思ってたので、もうとにかく人一倍こう、人と比べたりはしないですけど、自分の中でこう納得するまではないんですけど、そこに近づけられるように常にバットは振ってたなと思いますよね、はい。今年東京オリンピックが予定されてるんですが、はい、田中幸雄さんは2000年のシドニーオリンピックに代表として選ばれてらっしゃったんですよね。そうなんですね、はい、そうなんですけど、はい、もう2000年ですよね、21年前になりますけど。そうですね、まあ、その当時本当アマチュアとプロが合同で初めて、ね、出る国際大会だったので、僕もその当時ってオリンピックとかあんまり興味がなくてですね。そうでしたか、うん、でも周りの人からもう絶対出た方がいい、出た方がいいって言われて、まあ、出てみて、まあ、いい経験したなと思いますし、海外で、ね、試合もできましたし、残念ながらメダルは取れなかったんですけども、いろいろないい経験させていただいて、も国の代表として戦うのも初めてでしたし、まあ、すごいプレッシャーの中でやりましたけど、まあ、今となって本当にいい経験をさせてもらったなと思いますね、はいはい。今はプロの選手が出場するのが当たり前になりまして、うん、代表選手24名なんですけど、幸雄さんが出場、初めて代表にのプロとして出場された頃はたった8名の選手しか選ばれなかったということなんですが。あ、そうですね、はい、各チームから1人ずつっていうことだったんですけど、まあ、12球団から全員は出なかった8名ですもんね。だからやはりやっぱりアマチュアの方と、ね、一緒に練習もしたり試合やるっていう中で、まあ、その準備期間で、ね、やっぱすごく大事だなと思ったのがその時思ったことですけどね。やはりやっぱこう団体スポーツなので、やっぱりそのチームとしてやっぱりいろんなこう、会話だったり選手の特徴だったり性格だったりそういうのを知った中でこうゲームに取り組めれば一番良かったのかなと思いますけどね。ただ、ね、日本のその12球団のチーム選手たちはそれがやっぱできますからね。やっぱりそのチームが優勝するため勝つためにやっぱりそのチーム一丸となって何をすべきかということを考えてやっていかないといけないので、まあ、よく考えてみるとね、個人スポーツかなっていうところもあったりしますけどね、個人がこう頑張ればっていう、結局はチームが勝たないとやっぱダメな世界だと思うので、やっぱそのチームが自分の役割っていうのもしっかり見つけて、その役割をしっかり果たせてチームが勝って優勝に導いていければいいのかなっていうふうにやっぱ思いますよね、はい。その当時代表の中で最年長選手が田中幸雄さんだったということなんですが、うんうんうん、大学生の選手ですとか、当時まだプロにはなってなかった阿部慎之助さんですとか、はい、赤星さんもご一緒に出場されたんですが、その当時から何か才能の片鱗のようなものは一緒にプレーして感じたりしたんですか？いや、もう、ね、彼たちもアマチュアまだ、ね、プロになってませんでしたけども、やはりこう日本の代表として選ばれている選手たちで、まあ、この選手たちいずれプロに行くんだろうなっていうふうには思ってましたしね。やっぱり能力は非常に高い選手が多かったなと思いますよね。僕も一番年齢上だったんですけども、やっぱりこういったオリンピックの試合、その中で日本生命の杉浦投手がいたんですけど、まあ、彼はもう何度もオリンピック経験してて、ただね、彼がアマチュアの中で一番年齢上だったので、そのチームをまとめる意味ではやはり杉浦君の力が必要だったのかなと思って、まあ、いろいろ話して、まあ、こちら何でも協力するんでどんどん自分たちのやりやすいように、ね、進めていってほしいという話はした記憶がありますね、はい。ではこれまで4回にわたって打撃をテーマに田中幸雄さんからお話を伺ってきました。最後に幸雄さんの方から視聴者の皆さんに向けて一言お願いします。はい、今回はありがとうございました。バッティングに関してでしたけども、
指導をする方もいろいろなその方の、バッティング理論があると思います。まあ、今日、配信した動画を、まあ、できれば参考にしていただければありがたいと思いますし、まあ、いろいろな教え方がある中で、こういうことも頭に入れてもらって、技術の向上に役立てればいいかなと思います。どうぞよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。そして、最後プレゼントがあるんですよね。最後プレゼントがあります。今日私がかぶってますこの帽子を皆様にサインを書いてプレゼントをしたいと思います。プレゼントの応募方法は概要欄をご覧ください。そして YouTube チャンネルご登録よろしくお願いします。それではありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。